そのテクノロジー業界にすればもっともっと英語が大事になる理由としては、その出てくる新しい技術だったり、ものが全て最初は英語で出てきます。でそれをいろんな国の人が、まあ、英語でコンシュームして、使ってるけど、それができないと誰かが翻訳すとか、そういう機会がある、までは自分でその技術が身にできないので、ちょっとラグが発生して、またこう日本のソフトウェアインダストリーとしてラグが発生しています。で最後ダイバースなチームって言ってますけども、これは別に、チームの中に外国人日本人とかっていうそういう問題じゃなくて、実は女性男性、若い、まあ、もっと年寄り、ちょっと違うね。年齢が差があるチーム、だったり、まあ、もちろんその中でも一つとしてダイバースの人としての外国人もそうですけども、そういったダイバースなチームがあってからこそ僕はいいプロダクトは生まれると思います。特にこの先作るプロダクトってほとんど、まあ、海外とアジア、まあ、最初はアジア向けに出したり、まあ、世界向けでチャレンジしたりっていうのはどんどん増えてくる中で、例えばじゃあ本当に日本人だけのチームで作ったら、じゃあそれは世界でヒットするかって言ったらちょっと分かんないですね。まあ、逆もそうです。アメリカで作ったものをアメリカのそのチームがダイバースのチームを持って作らないと世界にはなかなかアピールできないと思います。なので、まあ、こういった4つの点をまとめてみました。はい、でこれで B 面に入って、ちょっと皆さんからの質問をいただきたいんですけども、誰か最初に、はい、A 面でいろいろお話を聞いて、皆さん IT の世界で働いてて、日本のちょっとネガティブなところいろいろ今ポイントしてもらったんですけど、皆さんそのテクノロジー IT の世界で働くんだと、じゃあなぜ日本で働いてるんですか。絶対海外の方がいいじゃないですか。納豆以外の理由があればちょっと教えてほしい。じゃあまずじゃあ僕先に、はい、そうですね、食べ物おいしいし空気がいいし、いや冗談抜きで、日本大好きです。僕本当に日本、その大学のために日本に来た時はロボットを勉強したくて、どっちがいいかな、アメリカがいいかな、日本がいいかなって時に日本を選んだんですね。で日本に選んだ理由もやっぱりその当時、まあ、僕から見て、まあ、どっちがリードしてるか分かんないぐらいいい競争だったんですね。で足ももうすごい走り回ってて、そんなもの世の中になかったんですよ。で、まあ、日本のテクノロジーのリーダーとしての、まあ、ここで勉強したいっていう気持ちで来ました。で、まあ、本当に偶然なきっかけでアメリカに行くチャンスがありました。で本当は最初2年しか行かないっていうことを、まあ、上司にも言って、まあ、なんだかんだ17年行っちゃったんですけども、でもいたおかげで、まあ、見えたところ違いっていうのがいろいろあって、でそれを今回、分かった上でまた再びその通りです。日本にまた来てます。自分の意思で来てます。誰もこの会社をこの学校を日本でやれとは誰も言ってません。で僕は日本にまた帰った理由も、やっぱりこの大好きな日本が、なんかちょっとテクノロジー面では遅れてる。テクノロジーっていうのも僕は今言ってるのはほぼソフトウェアエンジニアリングの世界ですね。でシリコンバレーにずっといて、そのソフトウェアの、やっぱり書き方作り方にいろんなメリットがあるのを目にした上で、それをまたこう日本でシェアできればと思って、メインに来てます。セガドリームキャスト覚えてる人いますか？シェム聞いたことある人？おお、いいですね。僕は日本の職人文化が好きで、シェムっていうゲームをテクドリンキャストでやってみて初めてそれを感じたんですけど、
横須賀をこう1983年とかこう再現してる RPG で、それを全部セガサターンで作って、で作るのにすごい時間かかって、サターンが終わってしまってドリームキャストが出ることになって作り直しになって、それでもこう作り続けて出てきて、でその中に本当にコンビニの中に入ったり物を買ったりとかできるぐらいこう作り込んでるゲームで、すごく楽しいんですね。最近あのドリームキャスト、プレイステーション4でまた出てきて、まあ、今でもできる状態なんですね。その職人文化、まあ、すごく響いて、ね、これだけこう物に対してこう思いが強いあの国っていうか、まあ、そういう文化があることはすごくいいなと思って、日本に来たいと思いました。それもでもあのそのエンジ、まあ、技術面とかこのソフトウェアっていうと、あの職人文化が逆に足を引っ張るあのことになるんじゃないかなと思うんですよね。このウォーターフォールとかもやっぱりこう完璧にものを作るとか、こうちゃんとこう安全にこうちゃんと作り込むっていうあのことはできるものなんですけれども、あの今日はもっと早く動いちゃってるとかっていうのはあって、そこにこのスピード感と職人文化をこうあのいいバランス見つけないと、このソフトウェアではなかなかやっていくの難しいのかもしれないんですけど、すごくその文化がすごく好きで日本に来ました。ね、あとなんかサンフランシスコとか行ったことありますか？そこに住みたいと思いますか？最近ずいぶん住みにくくなってますね。日本に来たりよ、サンフランシスコ出た理由。なんか冗談抜きでサンフランシスコはやばいですよ。はい。まあちょっとそれ置いといて、なんだろうですかね。一応シリコンバレーも良さがあるんですけれど、なんか弱点もいろいろあるんですよね。なんかエンジニアとかエンジニアの競争率とか、あと本当になんか強い人が勝ち、なんかどうしても勝ち抜くとか、なんか普通になんかカフェでなんか俺最近なんか500億万なんかもらったんだよとか、すごいそういう会話なんだろうね。なんかそういうところにあんまり住みたくないなっていう意識が僕自身もあるんですね。僕自身が結構スタートアップが好きなんですけれど、それは別になんかシリコンバレーでやりたいかっていうふうに一応思ってない。でその中には、まあ、いろんな選択肢があるんですけれど、やっぱりなんか自分が、まあ、その日本に対する、まあ、愛着心、まあ、体が日本人ですのでっていうことをやっぱり、まあ、このあたりは皆さんと違うと思うんですけれども、やっぱりなんか日本人としてのプライドがあるところがあるんで、でその IT 業界自体はどういうふうに、まあ、日本なんかシリコンバレーで身につけた力がどういうふうに日本のためになるのかっていうことを、まあ、本当に持って、ね、生かしたいのなかなっていうふうに思ってるので、ちょっとなんか帰国って言ったことはおかしいかもしれないけど、まあ、そういう気持ちできてます。次の質問ありますか？はい、皆さんに質問があるんですけども、今日本の状況を見るとですね、まあ失われた20年間全く成長がない状態で、一方アメリカ、中国とはすごい勢いで、アメリカについて、まあ、GDP では2倍に伸びている、同じ20年間の間で。でここ大きな理由というのはやはり以前、まあ、私どもの諸先輩方が作ったトヨタとかパナソニックとか、そういったところが作った遺産で今生きているような状態で、実際今世界レベルで見ると GAFA と呼ばれている、まあ、プラットフォーマーが世界を仕切り、まあ、最近いろんなそれに抵抗する、ね、ヨーロッパを含めて出てきているんですけども、ただそういった日本が切り替えできなかったとこが大きなポイントだとは自分では思ってるんですけど、皆さんから見てですね、理由がどう何だったんだろうかということと、逆に今日本を変えていくためにやらなきゃいけないことは何だったんですでしょうか。まあ、いろいろあると思いますが、一つ日本の独特の要素として非常に大きいと思うのは、日本の労働市場の特別さということですね。特に終身雇用という習慣は、まあ、ちょっと破壊しつつありますけど、まだかなり存在して、そのために人が
日本の経済の中には上手に生かされてないところが大きいと思います。あの企業に入ると同じ企業の中で働くことになったり、あの企業が合わなかったらなかなか転職しにくいということもあって、そしてまた問題としては同じ企業の中で転々と人事異動されたりして専門性をあまり身につけないあのことがありますね。あのでも考えると最近の世の中はますます複雑になって、あの職務としてはあの深い専門性が非常に必要とされているのが多いんですね。でありながらあのそういった中で転々と思われる人はもういつも初心者レベルで仕事しますので、あのますます複雑になっている世界には対応しにくい状態になっているのではないかと思いますね。あのそしてあの、まあ、経済全体 の、 あのフレキシビリティという面から見ると、あの人が同じ会社にもうあのいつもいて、あの流動性がないと経済としての柔軟性がなくなって、あの例えば成長している中小企業には人が来ない、一方大きい企業が今の人と仕事はそんなに伸びてないけどでも人がたくさんいるとか、なんか人がニーズのあるところに流れるルートはなかなか少なくなることがありますね。そしてあのもう一つ私はよく感じるのは、日本の場合はあの終身雇用制度が多いので、あの人あの従業員があんまりハッピーじゃなくても辞めないんですね。まあ、辞められないと思ってるし、流動性がないから辞めるチャンスも少ないので、ハッピーじゃない状態で仕事をしてしまいます。モチベーションが低くて、そして創造性が低くなったりとか、あのもう鬱になるというあの問題は最近日本でかなり大きくなったりして、なんか元気に働くのは、あのなくなってしまうあの場合が多すぎるのではないかと思います。でも日本のことを考えると、あのよく言われることは自然の資源が非常に少ないですね。日本の最大の資源は日本の優秀な労働力ですね。あの勤勉に働いてますし教育力も高い、あの日本の労働力は非常に貴重です。でもそういった貴重なあの存在はもう無駄遣いされていることが多いんですね。それを見ると非常に残念だと思っています。帰ろうとする人間だからね。そうですね、あのおっしゃる通り20年ぐらい前、逆に日本がシリコンバレーだったパスも取れたとは思うんですよ。で、例えば例で言いますと、あの IBM とかはその当時70年代の時からもうあのトップをメカニカル、機械の人からソフトウェアの人に変えてるんですね。で、そういう意識がもうあったんですね。この会社のリーダーシップはもうソフトウェアで生きていくって、だからそういう大きい、まあ、あのベッドしてこう、まあ、動いたんですね。でやはり僕 の、 かあの解釈なんだけど、日本はもうハードウェアがうますぎて、こうものづくりのスピリットが高すぎて、やっぱりハードウェアに逆に力入れて、ソフトウェアはあくまでもハードをつなげるもの、もしくはプロセスを、まあ、オートメーションするもの、まあ、ちょっとエフィシエンシー上げるものって、そういう意識でしか見てなかった。なのでロストオポチュニティは僕は本当にソフトウェアをもうギュッてもう真ん中に入れなかったと思う。で、未だにその今の上司の方々がまだそういう頭の方たちで、なかなかこのソフトウェア の切り替えってできてないと思います。で、皆さんもこの先のジェネレーションも相当ソフトウェアに力を入れてると思ってますし、逆に入れないとあのこのトランスフォーメーションはできないと思うんですね。それはまず一つ、ちょっとこれについて結構言いたいことがあるんですけども、あとはあの今起業して思ったことがいっぱいあるんですね。もう起業しにくいんです。まだ1年半なんだけど、
例えばあのうちのエンプロイーまだ6人しかいないんだけど、もう入ったら全員初日からもうあのワケーションマックス28日であると。逆に言うと本当にもうあの別に数えたくもないんですよ。だからもうやる人を雇ってあの、休みいくつでも取ってもいいよっていうあのシステムにしたいんだけど、で僕は信じてるのはこういうことをやることによっていいあの効率、いいアイデア、いい環境が生まれてくるんです。ただ今その相談してる HR の方々と先生たちと話してると、いやあのちゃんと時間こうトラッキングしないとダメ、うん、でもホワイトカラーのこんなすごい立派な仕事して、そういう作業をさせたくない。もう時間だからこういうのはもう法律で やらなきゃダメなんですね。でもちろんそのエンプロイのためにできた法律だと思います。最終的には政府がエンプロイを守ってるからできたプログラムの、あの法律なんだけど、まあ、こういう例、これ一つの例なんだけど、そういった、会社の中でこう動きますっていう、やりますっていうスタンスを取っても、なかなかちょっとハードルに当たっちゃうものがいっぱいあるんですね。だから今後そのソフトウェアをいくら、こうエンブレースしても大事にしても、英語力もそうですけども、英語力も大事にしても、こういった、HR の、人事的な会社の、働き方、まあ話題にはなってますけども、でもちょっと違う方向に走っちゃった時代かなって僕は思うんですけど、をあの考えないと、ちょっと心配な時があります。次の質問。 Do you have something to say?あ、すいません、あのいろいろ聞かせていただいて、私もいろいろ意見ありましたので、ね、あの日本の一番弱いところ、ソフトウェア、ロシェルさんですか、おっしゃってましたけど、一番いい例はみずほ銀行なんですよ。だから、僕からあのお金引き出し、あるいは送金したら、他の銀行の倍かかるのご存知ですか、システム2つのかかるんですよ。最初のものを捨てられないからその上に2回つけた。それで失敗して韓国でお金なくして9000億のあたり出すんですよ。うん、で、あそこのマネジメントは全然ダメ。で、あれ富士通のソフトウェアいつまでも尻叩いてやってるわけ。そういうのが実態なんですよ。でそれがまずね、あの大きなとこを見るっていうこと。それが実は日本の実態っていうのを知る上で大きなインセンティブな。というか、ヒントになると思いますね。で、あとはその働き方の話なんですが、これあのアメリカだとあのシビルコードがですね、全体の皆さんの社会にも政治家にも全部行き届いてるんですよ。日本は違うんですよ。シビルコードと銀行の社内の部分は別なんですよ。ですから銀行を守るためにはお客さんに嘘をついてもいいよ、不便をかけてもいいよ、それがうちのルールに、それで銀行が守れればいいよというのが日本 その社会なんですね。だから法治国家って言いますけども、あんまりそこまで行ってないというようなこともあります。で、あの要するに社会の私が言いたかったのは、上の方を見てそれからあのいろんなことを当てはめて考えていったらいいんじゃないかなというふうに今のお話聞いて思いました。それで私の質問はですね、日本 の AI のソフトウェアというか、まあ、開発いろいろされてますけども、アメリカあるいはカナダに比べたらですね、もうなんか恥ずかしくて人にも説明できないような状況かと僕は思うんですよ。でそのあの全然遅れちゃってる。でこれをですね挽回してその AI の その世界で日本がビジネスとしてね発達させていこうと思えば、どういうことをしなければならないかというようななんかご意見あったら聞かせていただきたいんですけど。まあいろんなことですね。あのねこのまあ多分ねカニさんに聞けば。
あのデバーシティとか、あの本当にこのエンジニアリングプラクティスとか、そういうあのアジャイルの、あのやり方とかの受け入れだとか、あの、ね、英語力というか、まあ、グローバル言語になってきた、よくも悪くの英語が、ね、グローバル言語になってきたので、そこでこう最新の情報をちゃんとこう取れるようにとか、もうたくさんのことあると思うんですよね。答えになってないですけど。一つあの思ったのは、あの AI って今ブームになった、話題、 AI もブロックチェーンも結構キーワードになってみんな動いてますけども、でなんか AI を使ってなんかやろう、データ大きいデータセット使ってなんか解析してなんかやろうって思ってるんですけど、逆に、逆の立場からどういった問題を解決するべきかっていう方向から来た方が、なんかみんなが使いたい必要なものができてくるんじゃないかなと思います。で例えばこの間あのお弁当屋さんの社長さんと話したんですね。でまあすごい東京で有名な大きいお弁当屋さんです。もう何千お弁当が何千個こう配達されるような、そういう会社なんだけど、そこは全ての配達ルートを、社員3人でもう何十年同じ人でやってる、僕にチャレンジをくれたんですね。例えばそれをなんかこうデータ解析してなんかオートメーションできればあのして、しかも弁当が1日100個以下、残んない感じでちゃんとこうプランニングできたり全てできたらもう買い替えるってシステム、でも多分できないって言われたんですよ。で僕は多分できないと思います。彼らに、まあ、できなくはないかもしれないけど、まあ、おそらく彼らのその何年かの知識がもう全て入って、もう多分すごい効率よくやってると思うんですね。でこういった、町工場もスモールビジネスもいっぱいあるんですよ、日本に。でプロセスを1個書けば100人それを全てきれいにあのフォローできるんです。これは日本のもう強みですね。だから逆にアメリカとかはもうプロセス書いたら100人できない、だからこそこうあのレイジーっていうあれもあるんですけども、なんかこうテクノロジーを使ってそこをあの安く、もっと効率よくもっと、パフォーマンスよくしようって言ってテクノロジーがいっぱい使われてると思う、時が感じる時があります。確かにこれ別にオートメーション化しなくていいんじゃないのっていう、この3人でもう本当に立派なこう仕事ができてるから、そういうのは見れますね。だからあの逆に言うと日本からそういう AI のいい大きいアイデア生まれてきてないわけじゃなくて、まあ、その生まれてきてるところの方がそれニーズがあるのかもしれないっていうことです。みずほの話があって、あのストライプは決済なので裏側のこのね、いろいろこうシステムがあるわけですね。で僕は、まあ、実はゲームを勉強し始めたのが大学の時、ゲーム開発を勉強してて、まあ、ゲームの話は今3回目なんですけど、ゲームすごく好きで、なんでかっていうともう 3D をこうどうやって画面にこう出すのかっていうすごい不思議でしょうがなくて、これ勉強したいと思って勉強したんですね。で、まあ、ストライプに入った時もこうカードをどこからでも使えるじゃないですか。どこの国行ってもだいたいビザカードを使えるっていうのはすごい不思議で、これもう安全に一体これをどうやって動いているんだろうっていうのがすごい不思議に思ってて、でこれグローバルで言うと、まあ、あの専用線 N64 とかそれで動いてるわけです。もうそれでちょっとつまんなかったんですね。で、まあ、本当にあのバッチファイル、固定帳のバッチファイルを毎日作って、それをどっかの SFTP サーバーに上げて終わりみたいなことがよくあるんですね。で日本はもっとすごくて、日本はあの裏側は見れたんですけど、もう本当に3人が回してるとかよくあるんですよね。いくらあのすごいあのカード会社とか銀行とかでも3人の部隊がいて、で毎日こうファックスで入ってきたものをちゃんと処理して出すっていうようなことをこうずっと繰り返しでやってるところが結構あってびっくりしますね。
でもそれをちゃんと人間で回せるっていうのが多分本当に日本ぐらいだと思うんです海外でそんな、ね、ことを人間に任せたらもうとんでもないことになるそうね、アメリカだと無理ですね。そうね、スケールしない。いや多分 レイジーだからできない、うん、日本でエンジニアの待遇とか給与が低いっていうのはそれはあの何が原因かっていう、例えばパフォーマンスをアメリカと比べて発揮してないとか、もしくは重要度が低いとか、そういうどこに問題があるのっていうのを知りたい。そうですね、あのまあ、一つは、まあ、例えばシリコンバレーの方を見たら人類の流動性がありますので、あの今の給料より高い給料を出している他の会社があればそれに移ることができます。ですから、あのいい人材を確保するためには、あの周りの企業がその同じ職務に対して出している給料と同じレベル、あるいはそれ以上出さないと自分の人が競争相手に流れてしまいます。ですからそういったプレッシャーがあって、そういったあの特にあの人数が限られている人だったら、もうあのコンピューターと重要の関係であの給料が高くなる。もう特にあの有能な IT あの開発者はあの限られてますので、あの市場価値が上がって給料が高くなる。あの特に、まあ、シリコンバレーを例にして、シリコンバレーの企業が気づいているのは、ビジネスには一番重要であるのは有能な開発者です。まあ、あの Facebook とかあの LinkedIn とか Twitter とか Google とかそういったところはもう有能な技術者がビジネスで成功するかどうかを決める要素ですので、優秀な技術者を確保するためにはいくらでもお金を出しますよというような態度を持っています。日本ではそういったような意識にまだなっていませんし、労働市場もそれになっていないので、そういった市場原理が動かないので給料も上がらないということもあります。まあ、そしてもう一つ先ほど話していた専門性の欠如のもあって、残念ながら多くの日本の IT 技術者が深くある専門の分野に掘り下げることはできなくて、もう転々と移動されたりとか、あるいは先ほど話したレガシーシステムのメンテナンスばかりをするのであれば、最先端のスキルを身につける機会もないという問題もあると思いますね。でも最先端のスキルをその発揮する場所は日本にはないってことですか？まあ、日本にはないというわけじゃないんですが、はい、でも例えば典型的の従来からの大企業の場合は、開発者の多くは既存のレギュラーシステムをメンテナンスとアップデートばっかりして、そういう仕事をする場合には最新の技術に触れることはできないことになりますね。そういうような状況が残念ながら起きてきますね。ストライプのユーザーです。すごいちょっと許可もらってないから会社名出せないんですけど、すごいいい話があって、大企業でもう昔ながら の業種で仕事やってるその会社ですけれども、ストライプとの連携の話になって、でエンジニアがいないと連携できないで、ね、API なのでつながなきゃいけない、で SI に注文するとすごいお金がかかるということだったんですけれども、社内に唯一2人のエンジニアがいて、で2人とも補修だけをやってて、補修以外の仕事を許してもらえたことがなかったんですね。だけど今度ちょっとストライプの導入でもうやってみようとなって、ですごくかっこよくできたんですね。でその2人もすごい楽しくできたし、もうセールスフォースとの契約は一応会社としてできてて、セールスフォースクラウドは使えたので、セールスフォースクラウドでもうアプリを作って、そこにデプロイして、本当に思わせて、でも本当に長年、報酬しか
許してもらえなかったものをこう許可もらっていいものを作れたっていうのがすごい誇りに思ったんですね。そういう機会がもっとあるといいなと思いますね。優秀な人がいるわけですからね。はい、ここ結構はっきり言いたいんですよね。比較して日本のエンジニアとシリコンエンジニア実力があまり変わらないですね。これは、ね、両方ともで働いててそれは事実と思います。実力じゃないんだったら何なのかっていうことを多分聞きたいんでしょうね。でそれなのにはやっぱりそのエンジニアっていう仕事の役割自体がちょっと導入でイントロダクションでちょっと言ったんですけど、役割自体がちょっと変わって、そのなんか PM 職とか、なんかまあエンジニアがハイブリッド、なんか PM とエンジニアと、まあ、プロジェクトマネージャー、全員、なんか全部やるっていうわけじゃないけれど、まあ、そういう知識も会社で発揮する機会がよくある。で、やっぱりそれの中では、なぜなら、まあ、Agile とか XP とかやってたり、その自分で、なんかエンジニア自身がなんかこうやってやりたいよ、っていうことがやっぱりできる環境になってるんですね、シリコンバレーの中で。で、それはどう具体的にその決意を持ったエンジニアが直接会社のバリューにどういうふうにつながるかっていうことは結構明確になってるんですよね。まあ、例えば Google の中だと Gmail が、まあ、エンジニアが考えてこれを作ろうぜっていうふうに思ったわけなんですね。で、日本の会社だとそれはあんまりないんじゃないかなっていうふうに思ってて、その会社全体的のバリューに対する働きかアイデアの発想自体がエンジニアから出てこないだけじゃなくて、まあ、出てこないんじゃなくて、そういう環境がまだ、まあ、そういう土台がまだ用意されていないから、その会社自体のバリューにあまりエンジニアの力がつながってないっていうふうになってて、まあ、その給料自体がちょっと上げにくいかなっていうふうに思ってます。いや、その通りなんです。以上。また次の質問。あ、ちょっとだけ言わせてください。日本のソフトウェアエンジニアでまだ期待が汚い黒い何 3K な仕事だって。そう、まだ なんかこれをやってっていう、そういうのが多いんです。で、まあ、下請けでこうどっか暗いところでこう使用通りなんかやってるっていうそういうイメージがあるんですね。でも本当にシリコンバレーだとエンジニアは神様なんですよ。ある意味一番会社の大事なリソースなんです。彼らがいたからこそ、プロダクトのフィーチャーが新しく出てきたり、パフォーマンス良くなったり、で彼らにいろんなフィーチャーアイデアとかも出せる場を作ってるので、どん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 会社のボトムラインにもう足してくれるんですね。セールスマン以上に、例えば先ほどの例 Gmail も Google のエンジニアが作っちゃったし、でよくGoogle の、チャット何でしたっけ、ハンガウトとカレンダー今こう合体してるんだけど、昔は別々だったんですね。で一回ハンガートのリンク取ってあそこに入れたりしてたんだけど、本当にこれ1年半2年ぐらいの前の話なんだけど、もうエンジニアがもうこれもうバカらしいって言って、もうそれももう提供しちゃったんですね。だからこうやってアイデアがどん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 エンジニアリングチームのその一人エンジニアからどんどん出てくるから、そこにお金が行くんですよ。彼らがいてからこその会社なんですね、プロダクトなんですね。だからどんどん日本も内製化を、ここに書かなかったけど内製化、内製も物を中に持ってきてエンジニアに、そのお客さんもそうだけど、2人3人フルスタックのエンジニアがいればいろんなところでできちゃうんですよ。そうすれば彼らに高いお金出してでも、SIアにすごいいっぱい払わなくても、社内で早く動いていいものができて、みんながハッピーな環境になるんじゃないかなと思います。セールスも大事ですけど売れないものが売れないんではい、次。すいません、今の話に続きというか、
まあ、ここに書かれていることって割とこう日本の、まあ、あの SIR というか結局その SIR にいる人たちが、まあ、いろんな会社に行って仕事をするという、スタイルでやっているところが多くてお客さんもそれに合わせてもう SIR に丸投げすればいいやと、まあ、自分たちが、作るんじゃなくて、まあ、自分たちが責任をそこの部分に負わないで、まあ、さっきの AI の話もそうですけど例えばその自分たちが AI で何かやりたいって言った時に AI 導入すれば何かすごいことできるんでしょうってこう SIR に持っていくわけですよねみたいなことが起きちゃうって割とこうに、まあ、あの IT 業界もそうなんですけどもその外側のそもそもその発注する側もそういう意識を持って何かこう IT を見てるところもあると思うしその辺ってどうお考えになりますかあ、すみません、答えづらいですか。いや、もう一回質問してくれます、ね、最後だけ、はい、なんていうんですかね、IT 業界自身 の、 その、まあ、問題というのもあるんですけれども結局それはユーザー側がそれを要求しているっていう現状もあると思っていてそこの部分が、変わんないと結局その今の SIR のモデルみたいなのは全然変わらなくて結局ユ ー、まあ、ユーザーのところに行ってなんかよくわからないこうスクリーンショット撮ったりとかそういう仕事をさせられてみたいなその今ここに書かれているような問題って、解決していかないんじゃないかなっていう問題意識を持っているのでそこら辺ってどうお考えですかっていう質問です。なんかそこら辺はですね多分日本の企業の中でも、まあ、20年間ぐらいなんかそういうやり方が続いて、まあ、ある程度なんか大失敗と か、 なんかそういう感じじゃなくて、まあ、ある程度成功しているところも成功していると思いますよね。だけどなんか大成功なんか Facebook 並みとか Google 並みの会社がまだ出てなくてで、まあ、もはやなんか Slack 並みの会社がなんか、まあ、メリカリぐらいなんですね。でやっぱりそれはなんか大先端の人大先端の会社をなんか追っていかないとダメなんですね。で日本の中はやっぱりなんか日本の企業として日本の中だっていうふうに意識していると思うのでそこら辺はやっぱり、まあ、ちょっと会社自体を育てますけれども、まあ、こういう会社があるからこそなんかこういうやり方やってるぞとか私たちはまあベリカリの中でもやっぱりなんか AI とかやりたいと か、 なんかそういうでかいベッドをなんかでかいものにかけて進めていきたいっていう気持ちになってる会社なのでなんかぜひ他の会社も持ってほしいですね。でなんかまあ個人個人の力で変えられないもんだと思うんですけれどもやっぱりねやっぱり成功してるものについていくんじゃないかなっていうふうに思ってるのでぜひ応援してください。あの英語のことわざですが Nothing succeeds like success。成功すればみんながそれを、まあ、信頼して、まあ、同じようなことをしたくなるということはありますね。はい、そして、はい、あ、こちら。アメリカと日本も今行ったり来たりされてると思うんですけれども、なんかエンジニアにとってすごい働きやすい環境というのを、日本とアメリカのいいとこ取りをして、こんなのがいきそうだよっていうのがあったら教えてください。これかな。僕自身はセリコンバレーの経験があるし日本で来てて多分、まあ、この会社の中でもあと、まあ、働きやすいところと働きにくいところもあるんですよね。で何だろう、なんかセリコンバレーも理想郷ではないし、まあ、日本でも理想郷ではないしちゃんと、あと、まあ、自分の哲学としてちょっと巻き戻してもいいですか。なんか自分がセリコンバレーで、まあ、マネージャー職やっててそのセリコンバレーの環境だけではなく自分は日本人としての意思がちゃんと持っててそこで働きたいと思ってた。で多分普通にセリコンバレーで働いてるうちからなんかその職人気質っていう言葉自体を説明してたりなんか職人気質があるエンジニアが欲しいよとかどういうふうにプロで考えるのが欲しいよっていうことをやっぱりなんか自分の日本人としての部分を
まあ、引っ張りながらシリコンバレーの中で働いてたんですね。でやっぱりまあ日本に来る理由の一つも、あと、まあ、その何ですかね、日本人とそのシリコンバレーのハイブリッドをなんか日本で生かしたいなっていう気持ちでやってきた。ですが、なんだろう、まあ、いいところも行くんですけれど、まあ、難しいところもあるし、なんか日本の会社の中で働くのも自分も初めてだし、あとどういうふうに、まあ、上層部に情報を持っていくのこと自体が、まあ、うまくいかなかったところもあります。まあ、それは学びでなんか自分も変えなきゃいけないし、あと、まあ、こういう場所に働きゃいけないこともいろいろあります。でそれはちょっとマネージャー職として答えてるんですけれど、エンジニア職として、多分、まあ、結構、メルカリで、まあ、グローバルメンバーって言うんですけれど、そういうエンジニア職も多分100人以上のグローバルメンバーがいますので、そこら辺もあと結構働きやすい人もいるんですよね。で多分昨年なんか10月あたりに、まあ、41名ぐらいの新卒、そのうち30名がインドで、そこまで、まあ、全然日本語喋れない人もそこの中にいたんですけれども、やっぱりそういう人たちもこの会社でうまく働けるような環境を作る、まあ、一応僕自身が責任を持ってて、そういう場所を作ろうとした。でそれはどうやってやるんでしたら、やっぱり、まあ、教育が一つなんですよね。なんか働き場所として、まあ、シリコンバレーのあたりもこういうふうにやってるんですけれど、ここの会社だとこういうふうにやってるよっていうことをちゃんと話しながら共有しながら働いてもらうと。そしてその2は、まあ、マインドセット。そのマインドセットは、まあ、考え方自体は、いくらシリコンバレーあたりの考え方でも、まあ、日本のやり方も一応あるんですよっていうことを認識してもらえないと結構難しいんですよね。で3番目は、まあ、その技術のやり方がやっぱり日本シリコンバレーはなんかワトフォルトかアジャルの、ワトフォルトじゃなくてアジャルの方でやってるんですね。で、まあ、ここアメリカでもアジャルやってるところとワトフォルトやってるところはいくつもあるんですので、そこら辺はちゃんと、まあ、チームごとに調整する必要があります。で例えばスペックでも日本語で書いてありますよ、でこういうふうに翻訳しますよとか、なんかいろんな法制、いろんな、なんていうの、サポートシステムが会社の中にあるんですよね。まあ、翻訳班、多分20人の結構優秀な、なんかトランスレーター、インタープレーター班がいたり、その、なんていうの、ジラティケットも両言語に切ってたり、そのちゃんと、まあ、環境自体がどういうふうに調整すれば、ここが働きやすいっていうことを、結構気をつけて認識するんですよね。で、専門性がある、オンボーディングチーム、どういうふうに、なんですかね、どういう手伝いで自分の国を去ってこっちに来るのかっていうことをちゃんと支援するとか、例えば保険の管理とか、まあ、下手したら給与明細の読み方とか、そういうあたりでもちゃんと、まあ、教育を考えること、まあ、とにかく日本で働くのは結構難しいんですよね。でそれはできるだけ支援する。でみんなが働けるなんか、まあ、環境を作って、これは、まあ、最後のコンセプトとしては、なんかダイバーシティ・インクルージョンという言葉よくなんか使われるんですけれど、そのインクルージョンっていうのはやっぱり同じ立場で同じところで働けるっていう前提があるんですよね。でインクルージョンを超えたらアクセシビリティっていう言葉もあります。アクセシビリティは会社の中で誰がどういう状況になってても、例えば言語が足りなかったでも、どういう、ちゃんとそのどの自分が関係あるディスカッションとか、そういう情報が必要な場にちゃんと届けるような位置にすることが結構大事と思ってて、でそれが私たちは別に、まあ、完璧ではないんですけれども、まあ、そういうマインドセットで進もうとしてて、まあ、そういう環境を作っています。あとはメリトラクシー。What do you know what that translates to? 実力主義。実力主義。Thank you. うちはエンジニアの応募出すと結構アメリカからもう来るんですよ、アプリケーションが。だから日本はすでに日本は僕は思うには何もしなくてもすごいエンジニアが来たい場所なんですね。ただ問題になっているのは僕の意見だとやっぱりその働く環境なんです。
それ以外のものは全てもパーフェクト、もうもうこんな安全で綺麗で食べ物が美味しくて、もう人が優しくて、そうです、ありがとう、ないんですよ。だからいっぱい人は来たいんですけども、来てがっかりしたり帰っちゃったりするのはやっぱり働く環境の中でいろいろスローエイムがあるんですね。一つはそのメリットラクシー、こういくら自分がコントリビューション仕事しても、まあ、それに対する給料の差がない、みんな同じみたいで、毎年みんな 3%、 それが結構嫌だっていう人がいますね。あとはハイラッキーも結構ちょっとこんな感じでなかなかやりたいことができないとか、まあ、そういうのがあると思います。逆も質問したと思うんですけども、日本のエンジニアがアメリカ行く時の、メリット、いいところっていうのはやっぱりあの環境で一番いいことっていうのはやっぱりこう刺激ですよね。マイクも言ってたけど、本当にカフェ行くともうみんな、なんかもうスタートアップしようとしてるんですよ、本当にコーヒー飲みながら。でその熱がやっぱりその熱量がすごいんですよ。で僕もたまに今は学校がここにあるのでアメリカにあんまり行く必要がないんだけど、帰るときに毎回結構刺激になって帰ってきますね。あ、こんだけこうみんながこうなんか世の中変えたいっていう気持ちでなんかいろいろして失敗してその繰り返したんだけど、その熱量はみんなにそう言って、味わう実感してもらいたいです。じゃあ右の方からまだ入ってないけど、はい、すいません、話を聞いて今ジャストに思ったことで、結局流動性云々の話とか、エンジニアの立場がどうこうとかっていうのをなんか結論的に言っちゃうと、多分今法整備のところが実は強いのかなっていう気がしてて、今の法って法上生産型だから人を集約して時間拘束してでそれで生産性上げるっていうモデルに最適化されすぎちゃってるのかなっていう気がしてて、だからその通りです、そこですよね。 でそれをもし変えるとするのであれば、どういうアプローチで人にどんどんそういう考え方を伝えていけばいいのかなっていうところがちょっと思いつかなくて、で皆さんならどう考えてそれを実行していけばいいかなっていうアイデアあったりしますか？それは確かに非常に難しいで、本当に理想的な労働環境を作るためには何が必要なのかというと、法律の改定とか制度とかインフラを変える、それに従って企業の人事の環境を変えるとありながら、高校の従業員の意識も変わらなくはなりませんね。現在はもう自分のキャリアを会社に任せるっていうようなのは、美徳だとされていますので、もう自分が何をやりたいのか、自分の方から機会を探したり、自分の方から勉強したり、そして自分のスキルは何なのか、足りないスキルはどういうものなのか、どうやってその足りないスキルを充実させるかとか、だからそういった労働市場でうまくいくためのマインドセットは日本の労働力には今ないものですので、もし何て言うか魔法の棒があって、日本の労働市場を今日流動性がある環境だっていうふうにしても、誰も動かないことですね。動けない例えば基本的なものとして、採用面接で自分の強みは何ですか、自分がこの会社にどのように貢献できますかとか、そういったような質問に答える準備ができていない日本人が非常に多いですね。ですから、インフラとか制度の改定も必要ですし、各従業員の意識の変革も必要だと思いますね。今日ここに100人ぐらい金曜日集まっている
んですけども、まあ、僕はアンサー、それの質問にアンサーないんだけど、自分なりにちっちゃい会社でいろいろ考えてるんですね。だから同じ考えを同じことで悩んで考えてる人が、まあ、100人ここにいると思うんで、まあ、こういった機会を使ったり、まあ、いろいろそういう意味ではリードして考えないと今後ダメだと思います。すいません任す。ですね、先ほどから、まあ、あの大企業の、まあ、システム、まあまあ、ちょっとフランクに言うと古臭いシステムの話でしたり、あとはエンジニアの地位が上がらないというのが、まあ、日本の、まあ、IT 企業でしたり、まあ、スタートアップも当てはまると思うんですが、その他に、まあ、細かいことでもいいんですけれども、スタートアップなんだけれども、え、なんでこんな古臭いことやっちゃってんのとか、そういうことあると思うんです。皆さんが感じることあると思うので、そういったところちょっと細かいところでもいいのでお願いします。まあ、あの実は先ほど谷さんが言ってた、あの、まあ、あのルールとか習慣とかのような関連なんですけれども、あの実はある友人が、あの起業家で日本で、そして彼が自分の会社が上場する準備をしています。あのその準備するときには、あの、まあ、銀行がある、あるいは証券会社とかが推薦するこのコンサルタントを使ってください。そうするとすごく長いリストのこういうルールが必要だとか、上場する企業ならこういうやり方をするべきだとか、それはカリさんがさっきおっしゃったようなもののなんか何倍もの複雑なもので、ちょうど彼の会社では、あのすごくアメリカのスタートアップのようにちょっとフレキシブルなところがあったりとか、ある従業員が例えば自宅勤務だったとか、でも、あの、まあ、制度を作ってみんなが自宅勤務できるような制度じゃないとか、まあ、彼が職務によって自宅勤務に向いてるものもあるし向いてないものがあるけど、でもそれがあのフェアじゃないので、そうすると自宅勤務していた人は会社に聞いてくださいというふうになってしまったりとか、あの話聞いてすごく悲しくなったんですが、でもその話聞くと日本の企業のいろんな役所的なところ、あそこがスタートじゃないかと思ったんですね。すごく悲しいことで、あのちゃんとした企業になるためにはこういうことしなくならないとかと言われたりするので、過剰なお役職的なところを導入してしまうことがあると思いますね。そもそも そんな上場しなくてもいいと思うんですよね。結構ね、マザーズもあるし、まあ、上場できるというのはすごくいいんですけど、あのそれがあのミッションとかもそれが最終目標に なりがちなのかなと思う。そういう、こう上場企業でやるということがないとちゃんとした企業って気持ちにならないとか、上場基準企業の社長になりたいという思いが強い方も、そういうプライドとかも関わってくると、で上場しちゃうと、まあ、そういう、こうあの役所的なところもあのすごいやらなきゃいけないですし、上場した後でもこのレポーティングとかもそこで足が引っ張られて、結局こう新規事業とかにあの十分リソースかけられないっていうことにもなると思うので、あの、まあ、あまり簡単に上場しない方がいいんじゃないかなと。今は、ウォッホールが、なんていうかその生産性を低くってる原因ということでお二人とも挙げてくださってるんですけれども、なのでウォーターフォールからアジャイルとかスクラムとかにベースを変えるような経験をされたことはありますか？もしあった場合、例えば何か参考になる本とかブログが何でもいいんですけど、もしよかったら教えてもらいたいなと思います。ちょっと答えてもいいですか？はい、あの、まあ、実はその関連のコンサルティングをしたことがありますが、私はソフトウェア開発者じゃなくてその専門じゃないんですが、でも組織 あの専門ですので、あのワールフォンからアジャルに切り替えるためには、もちろんアジャルの方法とかプラクティス学ぶのは非常に重要なんですけれども、それだけでは足りないんです。なぜかというと、あのアジャルは
あのマインドセットがあって、そういったマインドセットがないといくらプラクティスを使ってもうまくいかないことがあります。ですから、あの私があのアジャイルのコーチとあの協力して、あのアジャイルを導入している企業の従業員がアジャイルのプラクティスと同時にアジャイルに向いたマインドセットに切り替えるための手伝いしたことがあって、あのそうすることによって随分とアジャイルへの切り替えがスムーズにいくということがあります。あのその関連で、あの実はもしあの8つの習慣を検索すれば出てきますが、特にあの、まあ、生産性と8つの習慣をあの検索すれば、あの実はその関連のプロジェクトをマイクロソフトの牛尾さんという人と一緒にやってて、彼がそのものを書いたあのブログがまとまってあって、あの検索すれば出てきますが、そしてその他の記事とか本とかがちょっと出てきますので、それぞれぜひ参考にしていただきたいです。そして本としては、あの日本の企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法という本の書いたこともあって、その中にはアジャイルソフト開発のことはかなり書いてありますので、それも良い参考になるかもしれません。面白い話をありがとうございます。あの今日はね、実は大変な日だったんですね。皆さんやりましたかね、確定申告を。ですよ、あの日本の確定申告ってもう20年前から電子化されていて、だん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 良くなってきているんですけれども、レガシーそのものなんですね、今の日で毎年毎年30億とか40億とかそのメンテナンスコストかけていて、で累計で3000億ぐらい使ってるんですね。でそれだけど、それがね続いてるかな、まあ、NTT データとかね、その技術とかが一生懸命受注してきて離さないですよね、うん、でできてるものめちゃくちゃなんですよね。今日やった人いてあの OK だったのか知らないけど、僕大変だった。朝からもうめちゃくちゃあのスマートカードにドライバー入れて、Mac 立ち上げたらあなたの、ウェブブラウザは使えません、でアプリが立ち上がらない、サファリ使あの使えません、多分 Chrome 使ってやってるとダメですからアプリが動かないっていうふうなことね。それから JRE6 入れてくださいって来て、全部あの環境化整えて、それでスマートカード入れドライバー入れて、まあ、ようやくできて、でまあ入り口わからないしね、それでもう申告したらその日に払わなきゃいけないんで、さっき150万を払ってたんだけど、だけどね、その時にまた今度はその払い方がまたね、そのペイメントシステムなんかフルプリングにつながってるから、もう本当にこれは本物のサイトかなと思うっていうふうなことがね、どんあって、で僕が不思議だと思うのは、そういうね、その例えば Mac、Safari を 使っちゃダメだとかね、それから Windows マシン使ってくださいとか、あそれからあの医療費の、データ入れるには中にあのなんと Excel のファイルが入ってるんですよね。だからそれに書いてくださいって、僕 Excel 持ってませんからどうやって入れるのっていうわけですよね。でまあじゃあ Numbers って入れて、それで入れたらいいのかなと思ったら、それ読んでくれないですとか、まあ大変で、そういうものがね通用してるっていうのはおかしいですよね。で海外ではそういう公共システムっていうのは、その誰もが使えるようにな作らなきゃいけないっていう、その受注なんていうのかな、あの発注ラインっていうのかな、あのなんかガイドラインがあるはずなんですよね。誰でも使えるような仕組みにしないと、あんたはそのこういうシステムを受けさせないっていうふうな、多分仕組みもあると思うし、法律もあると思うんですね。それユーザビリティ、あるいはその誰もが使えるような、そのなんていうのかな、あのこのシステムでなきゃ使えないとかね、それぞれ一つの条件にするでしょうね、はい、でそういうものを、例えば法律でそういうものをちゃんとあのバリアなくしなさいっていうのがあるとするならば、日本でもそういうシステムはいつまでも使われることはなくなると思う。なんかその辺が、皆さんその海外から見るとこういう法律ありますよっていうのを
教えていただいてですね、それみんなにこう分かってもらったら、みんながそれ言うはずですよね。そんなあの閉鎖的なシステムっておかしいじゃないって、みんなが言い出したらやっぱり変わりますよ、きっとね。でそれが多分僕ら知らないから、そういう法律があるってことね、世界のね、グローバルの法律があるかもしれないから、逆にそういうことを教えていただいて、みんながそういうことをガンガン言うようになってくれば、だいぶ変わってくると思うんですね。なんか教えてほしいです。これですね、社会人は日本でしか経験してないのでよく税金とかアイルランドはいくらですかとか、どうですかって聞かれるんですよ。わかんない。いいタクスちゃんとやりました。じゃあついさっきアメリカまで住んでた僕に聞いてて、まあ政府が作るそういうシステムも日本と比較できるボロいです。はい。あ、全然良くないです。で、同じくユーザビティ問題し、あとセキュリティ問題とかもありますし、これはなんか IE6 をやってくださいとか、なんかそういうやつがいっぱいありますので、本当になんか鼻から笑えるレベルですね。で、なんかこれアメリカなのに恥ずかしいわっていう感じです。でもよく、よく見えるのは、でもやっぱりみんなあのそれを使いたくない人がいっぱいいるわけだから、誰かがディスラプションしよう、ビジネスオプチュニティとして、まあ、そのフロントエンドの新しいサービスを作って、裏側でちゃんとそのもう古いシステムに入るようなものを作るんですね。そうするとそのビジネスがもうどん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 伸びていく、そういったこう使いたくないっていう人が何さんです、名前、林さんみたいにこれもう嫌だっていう人がいっぱいいるわけなんですね。だからそういうビジネスが成り立つんですよ。で、だからタックスとかもタブタックスとかいろいろ、まあ、SAS のものがあったり、州ごとにその、タックスのルールが違うんだけど、ちゃんと対応できるようになってて、まあ、もう最近はもうインストールもしないでクラウドでこう入れて終わっちゃうっていうのもあるんですけども、そういうオプチュニティを狙う人はいっぱいいます。まあ、日本もスマート HR とかもありますね。電子でいろいろ提出できるようになって。あ、そうですね。さっきのコメントに加えて、最近だけはちょっと良くなってるところも一応あるんじゃあるんですよね。例えば最近は、まあ、3、4年前もっとか、なんかオバマケアが出てきた時にはちゃんとサイトが存在して、なんか最初はすごく、何ですかね、ヒット数があんまり高く取れられない、そしてなんか定期的に開始したものがあったんですけれども、まあ、もっとユーザビリティちゃんと考えたサイトが作られてできたものなんですね。でやっぱりシリコンバレーのエンジニアがそこに働いてたり、名前はちょっと覚えてないんですけれど、一応政府側でちゃんとそのシリコンバレーのエンジニアのコンサルタントとして雇ってるところが一応やっとできたことがあります。ストライプの社員も確かに一人そこに入っていた人がいました。その名前覚えてる？コールフォーメリカ、私もコールフォーメリカっていうやつもあるんですけれども、それは多分これっていうのもだよね。なんか政府の機能ですね。私も名前忘れました。したことありますけど、何でしたっけ？覚えてる人がいれば教えてください。はい、時間が時間なんで最後の質問にしましょうか。はい。今日もパネルありがとうございます。話しながらちょっと質問を作りたいと思ってるんですけど、ごめんなさい、最後の質問です。まあ、25年間近く住んできたアメリカを引き払って日本にまた戻ってこようと思ってます。私は20代の時に大学時代からそうですけども、 Be globally competitive ということを考えてました。どうやって会社の中でとかではなくて国際的に世界的に通用するようになるか。で、英語ではお仕事なんですかっていう時に、日本語ではソニーで働いています、どこの会社で言いますよ、 Where do you work? だけど英語だと What do you do? ですよね。あなたは何をしていますか。もうそこで違う。で、私が聞きたい質問に関係しているのは、今の日本の10代、20代、
か3時だに方に関しての質問なんですけども、いつもやっぱりウキウキワクワクしていただきたい。で、あと Facebook、Twitter とかも私一回日本に帰ってきて、また2005年にアメリカに戻った時は Facebook やってなかったです。だけど今の時代もできるから、世界とつながってるから、日本に帰ってきてももう OK だなと思ってますよ。でそういうふうに考えた時に、アイデアっていうのはやっぱりビジョンがないとついてこないと思うんですよね。でアイデアっていうのはいろいろなソフトウェアでエンジニアリング、日本がとか皆さんが世界にその価値観を広げるような、世界を広げるようなそういう価値観を持ってワクワクして、どんな会社に働いていても、どんな上司がいても、そういうワクワク感を持って、特に10代20代の方、生き生きと仕事していただくにはどういうふうにしたらいいかっていうのを、皆さん多分もう答え持ってらっしゃる方も多分いっぱいいらっしゃると思うんですけど、それを潰されないで、へなへなしないで、どういうふうに何歳になってもワクワク生き生きとしてやってられるかっていうことに関しての、なんかちょっとこうインプットがあったら最後にシェアしていただきたい。質問わかります？はい、お願いします。非常にちょっと曖昧で、いや曖昧じゃなくて、でもすごいなんか非常に夢がある質問で、ものすごくありがたいです。ありがとうございます。あと多分日本に来るちょっと前に、あとシリコンバレーでなんかジャパニーズピッチナイトっていうイベントがあるんですよね。でそれが日本人が日本でスタートアップしようとする人がシリコンバレーで、まあ、ピッチをして、ちゃんとそのインベスターに関する、まあ、コメントもいただいたり、まあ、インベストももらってたりすることも全然可能で、それはちょっと すごい大きいイベントではないんですけれど、まあ、まあ、多分今多分500人ぐらい人が集まって、結構そうですね、毎年やってますね、だから伝統がありますね。そう、毎年やってるので、でそれは昨年年屋なんだっけ、年屋誰かさんが自分の年老ですから覚えてるんで、年屋なんとかさんがそこでなんかみんなにコメントしたのは、日本で戦うんじゃなくて、なんか世界でなんか戦うなんか夢をちゃんと各会社で作らなきゃいけないんですよね。小さい会社でも大きい会社でも、やっぱり日本だけではなく、まあ、グローバルビジョンをちゃんと持ってやんなきゃいけない。まあ、僕自身もだからこそアメリカに入ったし、まあ、そういうコメントもなんか実はなんかアメリカに応募した時にも、まあ、自分の中に練り込んでて、やっぱりなんか世界、日本で、なんか未来があるんじゃないかっていうふうに思ってたんですね。で、そういうコメントがやっぱりなんか各会社に言いたいんですよね。なんかスタートアップでとか、まあ、今の30代20代、まあ、自分も30代ですけど、30代20代10代にちゃんとなんか世界がどういうふうに変えたいのかっていうことを夢に持って、ちゃんとそういうスタートアップを作って、まあ、自分でなんかどういうふうにそれを進んでいくかっていうことは、日本の中だけではなく、ちゃんと世界中でどういうふうに披露するのかっていうことは非常に大切だと思って、で、まあ、自分はシリコンバレー背景があるんですけれど、やっぱりなんか一番シリコンバレーの一番いいところは、やっぱり各会社の人々はその会社に対するミッションをちゃんと自分の中に握って働こうとする。で、まあ、労働時間とかなんかほとんど関係なく、なんかアメリカ人ですけれども、まあ、つまりなんかアメリカで働いた方がなんか残業あったよねっていうふうに言われてで、そういう感じなんですよね。やっぱり自分がなんかやりたいことが、なんか人と食べれて、ちゃんと力が合わせる仕事につければ、まあ、ワクワクして働けるんじゃないかなっていうふうに思ってます。皆さんがうとうとしてきたと思いますので、ここはコメントを控えておきます。最後にじゃあダニエルさんから、まあ、最後のなんか一言で。ごめんすか。
みんな一人ずつ。そうですね、まあ僕は、まあ、皆さんの、皆さんの話を聞いて僕もいろいろ思うことがあったんですけど、自分のこの良さを知るとか、ちょっと客観的に自分のことをこう見て、自分の立場を考える、自分の会社なんかもしれないし、国なんかもしれないし、グローバルかもしれないですけど、それをこうちょっと客観的に考えて、自分のこの立場を考えて、そこにこう、まあ、自分自信を持って張り切って行動することが大事だな、ちょっと聞いて思いました。実はちょうど今日そのテーマで明日顧客で講演しますが、私はよく気づくのは、日本人に対して自分の弱みは何ですかと聞いたら、みんながすぐに自分の弱点を言えるんですね。でも逆に自分の強みは何なのかを日本人に聞いたら、ほとんどの人はすぐに答えられないんですね。でも自分の強みは何なのかをもっと意識することが大事ですね。実はそれに関して学問的調査もあって、自分の強みを意識的に活かす人は成果がより良いということですね。まあ、自分の弱点を何とか直そうとすることにエネルギーをつけるよりは、自分の独特の良さを伸びるように頑張った方が効果が良いので、ぜひそれをちょっと考えていただきたいですね。自分の強みは何なのか、リスト作ってみてください。なんか僕自身も弱点だらけなので非常に賛成です。ありがとうございます。なんだろうね、コメントらしいコメントが一応ないんですけれど、なんかそう、日本に来てすごくなんか、実は僕自身は日本に以前一回住んだことがあるんですね。で、まあ、10年前ぐらい4年間住んだんですけれども、その視点も考え方自体ももう本当にはるか昔なような気持ちで、まあ、自分も全然違う人間ですので、まあ、ここに住んでいて、で、まあ、その時には、まあ、こういうところで喋ってるとか、なんか、まあ、もはや IT 企業じゃなかったしっていう事実もあるんですので、そこら辺は、まあ、その社会の進化に対することに非常に感動してるんですよね。で、あと 全世代、まあ、全人生って言ったら、まあ、おかしいんですけど、全人生ってなんだろうね。なんか、まあ、IT 企業になる前の僕っていう風な、っていう風に問いてください。そういう自分はやっぱりなんかテクノロジーに対するアウトサイドとしてテクノロジーを経験した自分に対してて、やっぱりなんか iPhone が初めて生まれたとか、そういう感じが徐々に進化するなんかに、実は iPhone が初めて日本で使ったんですよね。でそれが徐々に進化する、まあ、現在がやっぱりすごい楽しいんですよね。で、まあ、日本の中でもメルカリみたいな会社で、なんかそれが、ね、触れるとか、なんか、まあ、友達は全員多分あとメルカリ使ってる人っていますか？ありがとうございます。そういう気持ちになれることはすごい好きなんですよね。で 全会社でも、まあ、物理的な商品も使ってたんですけど、やっぱりなんか、実際にそのところに、まあ、その物を置いているところに行って、人がそれが使っているっていう感触がやっぱり楽しんでたんですね。まあ、プロダクト意識が高いエンジニアとして。で、やっぱりなんだろう、それがみんな経験、まあ、その30代、20代、10代の人全員、まあ、40代、50代、本当に全員が経験してほしい。なんか日本ってすごく、まあ、ものづくりの、あれが言ったんだっけ、ものづくりの歴史があるんですので、ぜひそれはソフトウェア開発にも向けて、まあ、自分の人生をなんかちょっとでも本当に少しでも変えようとすることも全然できるので、で、まあ、もしそういう人生に歩み出したいならコードプレスで応募することができるのでぜひお願いします。そしてなんかこういう、ね、こういう会社に働くことも全然可能になりますので、ありがとうございます。皆さんにちょっと最後に質問したいんですけども、手を挙げて答えてください。日本は、次世代のエンジニアリングリーダーになれると思う方、手を挙げてください。挙げないとなれないです。僕もそれを信じてきてますし、でそのなるためには2つ、自分が学校をやってるからではないんだけど、2
2つ大事なことがあると思います、英語あとソフトウェア、この2つは、まあ、自分も自分の子供たちも、そのネクストジェネレーションも大事にして今始まらないと、今始まったら来年のこの頃には皆さんコーディングできてます、ね、英語も喋れてます、絶対今よりはできてます。なのでこの2つは僕は非常に日本の今後の IT 業界に問わず、大事な今よりはできてるThings かなと思います。Steve, what can be your mistakes? Jijima. Okay. Anthony, can you let you announce it here? で、今日は一旦この AMA の形式はここで終わりにします。ただし、10時までここに入れるので、ぜひ皆さん、また、コミュニケーションも皆さんと取りたいと思うので、あとは、全然、今日、ここに来て新しい、コンタクト3つ4つぐらいは少なくても作ってほしいので、ぜひちょっと残って、まだ食べ物もありますし、あとマイクさん、いいニュース。あ、一応、普通以上にちょっと喉を渇いている人がいれば、一応ちょっと特別な飲み物もありますのでそれはぜひはい、ですので、とりあえず今日は終わりにして、またネットワーキングしたいと思いますので、よろしくお願いします。どうも。